はい、おはようございます。深井村です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こちらですね、このじゃがいも、芽出しとかですね、まあ種芋の用意するのにね、どういうふうにしたらいいのか、この芽出しとかね、どういうふうにしたらいいのかなっていうね、そういうところで、考えている方いらっしゃると思います。まあそこらについてね、今日はお伝えをしていきたいと思います。で、今ホームセンターとかで、このようなね、じゃがいも、種芋ですね、売られています。まあ、これもホームセンターで売られていた、シャドークイーンというね、品種なんですけど、まあ、これはね、友人から、いただいたものなんですけど、この非常にいい強い芽がね、出てますね。で、この今日はですね、この芽出しとかね、種芋についてなんですけど、この例えばですね、こちらがですね、メイクイーンというね、品種です。まあ先ほどね、収穫したばかりなんですね。これ1月の下旬に収穫したばかりなので、まだね、このようにね、季節柄ですね、温度が上がってるわけではないので、芽が出ているわけではありません。ただですね、まあこちらはね、ホームセンターで売られているものとかはですね、これ種消毒なんていうね、ものをされてですね、まあ実際に消毒されていて、このようにね、芽出し、翼光彩芽というね、過程を踏んでですね、この芽を出して、売られています。で、中にはね、芽出ししてないものも売られているものもあると思うんですけど、まあ種芋自体がですね、しっかりとした消毒をね、したものが売られているというわけですね。で、こういうものをですね、購入されてですね、定食をすると、まあ比較的ね、いいお芋がね、育ちやすくはなります。で、今日ね、お伝えするその芽出しに関してなんですけど、例えばですね、こういう経験された方いませんかね。例えばこの、じゃがいもを定食する前にですね、芽がね、ひょろひょろっとね、ものすごくこう長い芽がね、ひょろひょろって出ている。この徒長枝というんですけど、徒長したような芽がですね、こう、出ている。こちらにじゃがいもね、メイクインがたくさんあるんですけど、例えばですね、こちらね、このような感じで、こちらですね、このような感じで、新聞紙をかけてね、保存しておくと、保存状態が非常にいいわけですね、これ自体が。で、じゃあ実際に畑に定食をしようと思って、このままですね、蓋をして、まあ、光を切ってですね、遮光した状態で、例えば、じゃあ種芋の準備しようと思って、蓋を開けた途端にですね、この中、じゃがいもが、芽がね、ぼーっとね、徒長した芽がたくさん出たっていうね、経験ある方いると思います。これなんでかっていうとですね、これ実はね、光を切っていて、温度が、まあ、例えば18度、20度ぐらいになってくると、もうここから芽が出てくるんですね。発芽スイッチっていうのが入ります。そうするとこういうところから芽がね、出てくるんですけど、光を切っておくことによって、この芽がですね、徒長してしまうんですね。まあそういうことがね、起こります。ですから、例えば、早ければ2月の下旬で3月の上旬、これぐらいから定食される方多いと思うんですけど、この芽をですね、まあ例えばもう2月の下旬に、じゃあ植えようかっていう直前で、種芋の準備をしようなんて思った時に、芽がね、飛び出ていたなんていう経験された方いると思います。で、これは、まあ、新聞とかね、段ボールの中で、まあ、遮光した状態で、保存しておいたまま、そのまま放置しておくとそういう風になってしまいます。で、こちらですね、じゃがいも。これはホームセンターで売られていたものですね。で、友人からいただいたものなんですけど、こういうものもですね、しっかりと、種屋さんとかね、そういうところにもあると思うんですけど、この翼光彩芽といってですね、日の当たる場所で、しっかりとね、芽出しをさせて、温度管理をして、ね、種芋がダメにならないようにですね、管理をしていきます。もちろん種消毒というね、消毒もしてあります。こういうものがね、売られているので、もし心配な方は、こういうね、種芋をね、購入されるといいです。ただ、中にはですね、芽が出てないものとかありますね。で、こういうものが、じゃあ実際に、芽がね、出る場所があるんですね。例えばこういうところからね、芽が出てきます。で、この芽が出ていない段階で定食をして大丈夫なのかっていうね、そういうふうに思う方いると思います。まあ、例えばね、春じゃがいもでしたら、こんな感じでね、ストンってね、
芽が出ている、芽が出るところをね、2つ残してね、カットして、この斜めにですね、こんな感じでね、植えていくっていうふうになると思うんですけど、果たして芽が出るのか。結論は芽が出ます。ただ、こちらの方がね、芽が出るのが早いんですね。だから初期生育が早いというふうになるんですね。なので、芽出しをしておいた方が、やっぱりね、栽培期間が比較的長く持てますというふうになるので、まあ、芽が出てないものを使ってもいけないというわけではないんですけど、まあ、収穫するね、時期が少しずれますよっていうだけの問題になります。まあ、こんな感じになりますね。あとはね、ホームセンターとかでも、実際にこのようにね、芽が出ているものが売られているもの、または芽が出ていないものが売られているもの、そういったものもあると思うんですけど、これもですね、芽がね、出ているものをね、選んでおけば、まあ間違いないと思うんですけど、まあ芽が出てないものしか売られていないのであれば、それをね、購入してもですね、この翼光栽芽といってですね、まあ例えばね、直射日光が当たらない場所で、管理をするとですね、まあハウスとかある場合はですね、ハウスの中とかね、そういう中にね、このまま直接こう入れておくわけですね。で、そうしておくと芽が出てくるんですね。こういう芽が出てきます。で、これ直射日光に当てないで管理をするんですね。で、そういうことをしておくと、芽がね、こういうふうに出やすくなります。あとですね、ジャガイモのね、定食をするときの土作りなんていうのがあるんですけど、まあこれね、今ね、この下にあるね、この資材ですね。これがね、嫌気性のぼかし肥料なんていうふうになります。これ、ふわふわふかふかした状態なんですけど、パサパサしてないんですね。これも肥料なんですね。まあ、肥料。これは発酵肥料なんです。発酵物なんですね。で、こういうね、発酵物と一緒にですね、お野菜を育てると元気で丈夫な、また栄養価の高いお野菜がね、収穫できるようになります。たくさん資材入れればいいっていうわけではなくてですね、畑を発酵させるというのがね、ポイントになります。畑が逆にですね、腐敗化していると、虫の食害とかですね、まあ収穫した時にね、虫の食害がね、多かったりとか、あとはですね、このモザイク病とかね、ジャガイモがね、草加病とかね、そういったのでね、品質が悪くなったりですね、まあ、特に草加病なんていうのはね、出やすいですね。柑橘でも出やすいですね。まあですから、まあ僕のコンテンツね、見ている方結構ね、わかると思うんですけど、柑橘でもこれ、ぼかし肥料をね、撒くわけですね。それはですね、やっぱり発酵させることによって病害虫に強い。で、病害虫がこの中に入ってこないんですね。入ってこないというのは、病害虫が住める環境下じゃないんですね、この発酵した中っていうのが。で、これが腐敗している中だと病害虫が入ってくるわけですね。腐敗を食べて、この発酵に持っていく役割が虫、または微生物、そういったものにあります。細菌ですね。ですから、畑が腐敗化していると、必然的にこういうお芋さんもですね、まあ、これがですね、病気にかかりやすいと。まあ、中にはね、この中にね、もうすでに畑の途中でね、作られたお芋、種芋がね、売られていてもですね、まあ、種消毒なんていうことをね、されてるんですけど、まあ、ご自身がね、作られる畑の中がですね、まあ、どちらかというと虫とか細菌がつきやすい腐敗化した畑ですと、まあ、病気は比較的出やすくなります。で、これがですね、例えば pH をね、5.3 とかね、 5.5 ぐらいでね、栽培していても結構起こりやすくなってくるんですね。まあこれ化成肥料を使ってもね、起こりやすくなってきます。まあそこら辺もですね、畑の土作りというところでね、ご紹介をしてますんで、ぜひね、そちらも参考にしてみてください。まあこの後ね、2月に入って畑の土作り考えている方もいらっしゃいます。また種芋の準備、そういったのも考えている方いらっしゃると思いますので、ぜひね、一つそこら辺参考にしてみてください。本当栽芽とかね、まあ、栽芽、芽出しですね。そういったところも、先ほどのようにですね、遮光しない。遮光すると、徒長した芽が出てきて、よりね、病気を誘発されやすい芋にね、種芋になりやすいということなので、
まあ、そういう種芋はですね、なるべく定食をしないということでね、管理をするといいと思いますので、まあ、今日は種芋ということでね、ちょっとね、お伝えさせていただきましたということで、今日の動画良かった方は高評価、またねチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。